はいどうも、ナオチンです。今日は妖怪ウォッチ1やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。久しぶりに無限地獄、やっていきましょうか。実際ね、全然覚えてないです。全然覚えてない。でも、パーティーはこんな感じでどうだったんだろうか。サファイニャン3体とルビーニャン3体で、ドンドロは、物理と妖術入れ替わるんで、これで戦っていけるよね。確か、すごく強かった気がする。ということで、行ってみます。ですね、一番最初のボスは、もう倒してたっぽいですね。一番最初のボスなんだ。あ、三つ股か。三つ股の槌は、倒してたっぽいので、その次からですね、青鬼が出てきました。あ、ちょっと待って、これ、あ、よ、いいか。いいのかいいのか。弱点をついた方がいいかなと思うんだけども、あ、大丈夫大丈夫。向こうの術がサファイアンの方が受けないよね。ルビニャンはボロに弱点で受けるので、あ、これがいいんだ。はい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 。ダメージを与えるよりも耐える方を選んだ方がいいんだよね。基本サファイアンだけでいけるっぽいな。いけるな、これは余裕だな。じゃあ、おお、死ぬ指は使わないけど、あ、やばい。まあまあまあ食らうわな。おお、結構効くぞ、結構効く。でもラーメンでしっかり回復していけばいいでしょう。肉とか使っていってもいいんだろうけど、もったいないもんね、若干ね。なので基本ラーメンでいきましょう。あ、で黒鬼が出てきた時はちょっと注意しなきゃいけない。これでいける？いけるか。このスピードだったら多分いけるでしょう。もう終わるんじゃない？いや、まだか。意外と HP が高い。だよね、鬼たち意外と強いぞ。黒鬼が倒せるかどうかちょっと心配になったんですけどね。まあ出てくるかも分かんないし、まあいいか。とりあえず青と赤だったら全然余裕っていうことは分かったね。はい、余裕でーす。でここのボスが釣られたローマルか。クロトン出た。戦い方どうだったっけ。最初にへそを攻撃してだよね。最初にへそを攻撃してから、あ、違う、まず顔だ。顔を攻撃して、でへそが出たらへそで、ぐったりしたら顔だだね。でここでへそ攻撃するとカウンター打ってくるんで、そうそうそう、覚えてる覚えてる覚えてる。いや、これ余裕だな、おい。余裕だな。まあまあそんなもんでしょうよ。意外とサボるんだな。あんまりサボらなかったイメージがあるんだけど、意外とサボるっぽいですね。はい、もうちょっとで終わり。余裕すぎー。赤鬼出ました。赤鬼は全く問題ないでしょう。余裕でしたね。サファイアンの方が良かったか。で次が第8サンズマルか。こいつは全く問題なかったと思う。え、弱点じゃないよね。え、どうだっけ。あ、入らん入らん入らん。もうここはルビーに変えていった方が断然いいわ。一応回復するんでこいつは倒しとくか。
ッケー。あと一発か。別に倒さんでも大丈夫だったとは思うんだけど、いっとけ。できれば取り付けをしてスピード、そしてパワーを上げていった方が早いんだけどね。取り付かないね。まあいいんじゃない。じゃあ、おいいね。経験玉はね、いくつあってもいいもんなんで嬉しいね。あと鬼神のバッジが欲しいかな。妖怪ウォッチ1はバッジがね、とにかく重要だったんで、バッジをたくさん持っておきたい。もう10個ぐらいは持ってるんですけどね。はい、もう少し回復をする前に倒しちゃって、いけ。はい、楽勝。いや、道は覚えてるもんだね。完璧に道を覚えてるわ。もう体で覚えてるんだよね。じゃあ行きましょう。行け。もう別に目を狙わずにそのまんま行きたいと思います。あ、デコピンがちょっときつかったか。あ、はい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 。デコピンはきついけど、そんぐらいでしょ、きつかったのに。オッケー、押せ押せでいけるね。まあ、成功法は目を潰して攻撃していくんだろうけど、その必要もないしね。真ん中にはやめて。まあ大丈夫っしょ。倒せる倒せる。黒鬼が出てきませんね。また青でした。終わりですね。青は余裕、黒出てくるかな。で、肝なし先生か。まあまあまあ、いけるでしょう。別に難しいことなかったよね。とりあえずパート潰していけばなんてことなかったんで余裕でしょう。あ、取り付きがちょっとめんどくさかったか。全体取り付きみたいなのしてきたような気がするんだけど、はい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 、一応変えとくか。いいか、このままいけそうね。ああ、やめてくれ。簡単すぎ。青しか出てこないな。よっしゃ、次が鎧かな。やっぱり鎧だったか。これサファイアンで落ち切れたよね確か。剣は攻撃せずにそのまんまいけた気がする。うん、こんだけダメージ入れば多分大丈夫だと思う。これも成功法はね、剣攻撃して剣を折ってから、真ん中を攻撃していくっていう感じなんだけども、まあその必要もないでしょう。1ターンでいければ嬉しいけど、これなかなか1ターンが難しかった気がする。若干残った気がするんだけどね。いや、意外といけるか。うまいこと全員取り付きしてるのでダメージが上がってる。ああ、通常攻撃しなくていい。取り付きももういいよ。あ、でもまあいい感じだったか。なんとかターンで倒してくれ。違う。そうそう、それ。 OK、 いけたー。やはり最後も青だったか。はい、おしまい。あとはゲソとドンドロで終わりだね。こいつは
確かね、すっごいめんどくさかった気がするんだよな。まずは、あれだよ、ヒゲを狙って、で、お腹を攻撃して弱点露出させてからだよね。確かね、すごい取り付きがめんどくさかったよね、こいつはさ。まあ、なんとか取り付きされる前に、いやいや、それは無理か。できるだけ取り付きはね、されたくないんだけど、仕方ない。ここはもう手順を踏んで倒していくしかないからね。オッケー、全員取り付き状態。あー、そうなると嫌なんだ。ちょっと待って、オッケー、ちょっと一体ずつお祓いしていきましょう。オッケー、どこだ、ここら辺か。オッケーで、これね、はい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 、別にこれターゲティングしなくても大丈夫そうだね。ターゲティングしなくても全然やっていけそうな気がする。あー、オッケーオッケー。でもまあ一応するか、一応鼻を攻撃して胸を攻撃してて、その手順は踏んどこう。お、ギャー、これがめんどくさいんだ、こいつは。これがすごいめんどくさかったんだ。そう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 、違う違う、大当たりがなかなか出ないよね。大当たりが出てきてくれない。違う違う、 OK、 わあ、結構得る。忙しい時は嫌いです。あ、もう一発なのに、あと一発なのに。よし、 OK、もう倒せるね。あと一発、もう一発だった。ではドンドロでおしまい。忘れたな、どっちだったっけ、目の色が青い時が妖術だったっけ。なんかいまいちね、そこがね覚えてないんだ。青が妖術、赤が物理だったっけ。まあまあまあ、攻撃してみりゃわかるね。赤、どっち？あ、赤が妖術だ。はいはいはい。オッケーオッケー。うまい編成できたね。もう裏ボスなのに全然攻撃させない。これ1はね、意外と簡単だったんだよね。あ、でもそうか、クロ鬼がめちゃくちゃ強いか。あやとり様がね、2の強くてね、アイキンは悩まされたね。あやとり様は強かった。妖怪ウォッチ2もね、どっかに移植してほしいところですよね。できればスイッチに移植してほしいけども、2、3と、あの2つは面白かった。ぜひまたやりたいやつです。あー、まあまあいいか、倒せるね。おしまいだ。はい、ということで今日は久しぶりに無限地獄やってみました。クロ鬼が出てこなかったのがちょっと残念ですけども、まあ簡単にいけましたね。まあまあ、この編成だったら簡単だったか。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。